乙骨の家系と乙骨体質な。現在クライマックスを迎えている呪術廻戦。そんな呪術廻戦に注目したいのは乙骨の家系と乙骨体質な。史上最強の術師宿儺に対し、乙骨が実行した作戦はなんと五条の肉体の乗っ取り。乙骨に藤原家、菅原家、両家の血が混ざっている事実から、五条以上の素質と乙骨の正体、そして乙骨体質なの勝負の全貌が見え隠れするんです。ということで今回は乙骨の家系と乙骨体質なについて徹底考察したいと思います。なお呪術廻戦第261話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。突然ですが皆さん、乙骨ユタは五条悟に匹敵する実力の持ち主だと思いますか？おそらくほとんど全員がノーと答えます。今週月曜までは最新261話の会話の節々を読み解くと、乙骨が実は五条を超える潜在能力を持っていることが示唆されるようになってきたんです。そういえば僕、藤原の血を引いてるって言われたんですけど、五条先生菅原って言ってませんでした？菅原だよ、僕とユタは遠い親戚だもん。つうか菅原と藤原って割と仲悪くなかった？じゃあウロさんの勘違いかな。いや案外両方合ってるってこともあるんじゃない？遡ること第176話、藤原北家直属の実月精神体の隊長を務めるウロタカ子の言及により、乙骨にはですね、五条の祖先にあてる菅原の血だけではなく、未だ現代に登場していない藤原家の血も流れている可能性が高くなったんです。これについては長らく曖昧なままになっていましたが、第261話にて五条の口からも乙骨が藤原家の血を継いでいる可能性について触れられました。ウロと五条、1000年前と現代両方の術師からの推測が一緒だとするなら、乙骨に流れる血が菅原家と藤原家両方であることはほぼ確実です。しかしであるとするならば、五条が触れてるように別の疑問が出ますよね。そう、なぜ乙骨は仲が悪い菅原家と藤原家両家の血を引いてるのかということ、この疑問に関してはとある人物をモデルにして考察することができるんです。そのとある人物とは美作監視。美作監視とは菅原の水種子から派生した一族です。菅原道真公はですね、史実上でも呪術廻戦作中内においても日本三大怨霊の一人に数えられ、極めて強力な呪いであったことが判明済みです。そして美作監視はそんな菅原道真の怨霊を恐れた朝廷により復権された菅原家の士族です。そんな美作監視がなぜ乙骨と関わりのあるかというと、乙骨と同じように菅原藤原両家の血筋を引いている特殊な一族だから。近江と呼ばれる今でいう滋賀県あたりに近藤氏というですね、藤原北家の氏族がおり、その氏族のとある妻が方言の乱が起こった1156年の後に藤原北家の血を継いでいる長男と次男とともに美作監視に嫁いでいるんです。つまり平安時代の末期に藤原北家と菅原家2つの血を混ぜられた家系こそが美作監視。こう聞くと乙骨そのものです。つまり史実上の人物に当てはめると、乙骨の正体は美作監視の末裔なんです。ここで一旦話が変わりますが、実はですね、呪術御三家についてもとある仮説がありまして、御三家の五条家は菅原家の一族であることが判明済みですよね。これは先ほどの美作監視と同じく、菅原家から枝分かれした一族の中に五条氏という家柄があることともつながってきます。そして鴨家も十中八九史実に登場し、安倍家とともに平安時代に陰陽師の一族として名高かった鴨家がその元ネタとされてますよね。となると皆さんこう思いません？全員家は一体どの家系から派生した一族なのか。全員家の先祖、過去に関しては記述がほぼないですが、結論から言うと全員家は平氏から派生した一族です。平氏は平安時代前期に創設された一族であり、菅原家と同様に日本三大怨霊の一人平将門がいます。ちなみに平安時代末期には平氏は平家と変わりました。平家物語で有名な鎌倉時代に栄華を極めた一族です。なぜ全員家が平氏の末裔であるかというと、五条家の祖先と同じく菅原家と同じく日本三大怨霊の一つを生み出している家系なので、呪術的な素質にも恵まれたエリート家系だから。そして二つ目に、平家にあらずんば人にあらずという平氏のおごり高ぶりを表現した言葉と、全員家にあらずんば呪術師にあらず、呪術師にあらずんば人にあらずという言い伝えに類似点があること、とこのように全員家と平氏に結びつく要素が多々あるので、全員家は平氏の末裔の一族なんです。また皆さん、これだけではなく全員家の特徴として
して様々な術師を後天的に取り込むことで力を蓄えてきたことが挙げられます。そのためですね、前期には投射呪法や徳佐の影棒術など様々な送電の術式が存在し、その術式の種類の多さは御三家の中でも間違いなくトップクラス。よって前期はルーツは兵士と思いますが、強い術師と認めた相手であれば家柄関係なくですね、積極的に取り込むことで成長してきました。現によろずの構築術式は平安時代から現代にかけて全員前に継承されています。そしてよろずといえばその圧倒的強さ、万光で恐れられ都に登用されています。平安時代の都といえば他ならぬ平安京、つまり全員家の血筋モデルとなった家系に、これといった明確なものがなく、呪術全盛の平安時代当時から現代にかけ強い術師を問答無用で無理に引き入れることで御三家としての格を保ってきたんです。でも全員家が兵士なら菅原家と藤原家とは無関係で乙骨の話とは関係ないよね。その疑問はもっともです。ただちょっと待ってください、実は全員家と乙骨には関わりがあるんです。先ほど語ったことをまとめると、全員家は兵士から派生した一族だが、強い術師を積極的に取り込んでいくことで御三家としての格式を保ってきた。そのため五条家や鴨家とは違い、いろいろな名家や実力者の血が入り混じった一族であると考察してきました。とするとこの全員家の性質は何かに似てると思いませんか？そう、乙骨のコピー術式です。乙骨のコピーも他者の肉体を理科に取り込ませることで術式をコピーし保管することが可能になっています。この他者の術式や能力を取り込み自分のものにしていくという性質に全員家と類似点があります。そもそもの話、なぜ全員家以外の御三家は全員家と同じように強い術師を積極的に取り込むなどして成長を望まなかったのか。五条家は陸間と無加減呪術という超チート術式があるといえど、陸間と無加減呪術どちらも持った術式が生まれることは稀であり、第一無加減呪術は陸間がなければまともに機能しないような術式です。それに鴨家も伝統と由緒ある家系にもかかわらず蒼天の術式が赤血槽術しかなく、そんな赤血槽術も側室の息子である鴨則俊しか受け継ぐことができていません。そのため極めて不安定であり、全家と同じように保険として強い術師を取り込んでこなかったのは謎。よってこれらの事実から推測するに、強い術師を取り込んで術式を送電化していくのにも何かしらの素質や素養、能力が必要であると思われ、全家は術式を受け継ぎ送電化する能力に特化した家系である可能性があるんです。その全家の素養こそ乙骨のコピー術式と同様とは言わずとも、とても近しい能力なのではないでしょうか。天与呪縛のように術式とは関わらずとも、何らかの縛りなどで全員家には外部の術式を取り込み送電化する素質に長けている。その素養が色濃く出てきて術式という形で現れたのが乙骨のコピー術式。つまり乙骨のコピーと全員家は根っこの部分でとても近しいので、乙骨の中にも全員家の素養が混じり込んでいると考えられるんです。またこれだけではなく、式神術という点でも乙骨の全員家には類似点が見られます。全家最強の送電の術式徳佐の影棒術は10種類の式神を刺激する能力、そして徳佐の影棒術もおそらく全家が様々な式神術に長けた術師を取り込んだことで成長進化し受け継がれてきた能力であり、その中でもあらゆる事象に適応するマホラは全家の歴史術師の集大成といっても過言ではありません。一方で乙骨のコピー術式も無限の可能性を秘めています。しかしその可能性を引き出すには脳のメモリ的に理科という呪霊式神が必須。このように全員家と乙骨には、1つ目に他者の術式や能力に取り入れられること、2つ目に極めた先に到達したのが式神術であることとですね、能力面で近しいものがあるんです。よって乙骨の正体は美作監視がモデルであり、さらに菅原と藤原の要素だけではなく、兵士他にも藤原家や安倍家、そして外部の様々な術師たちの要素と強者を配合させ続けた末にコピーという何でもありの術式を持ち誕生した術師の集大成的な存在。全員家のマコラが受け継がれてきた術式や式神の完成形だとしたら、乙骨は術師人間の完成形ともいえ、素質血筋だけで言えば文字通り五条家をも超える潜在能力を有しているんです。ではそんな無限の潜在能力にあふれた乙骨番五条と宿儺の対決について詳しく考えます。まずこの戦いの決着は3つのパターンに分けられますよね。1つ目に乙骨の勝利、2つ目に乙骨の敗北、そして3つ目に引き分け。ではそれぞれのパターンを考えます。
一つ目が乙骨の勝利する決着についてです。このパターンでの決着はさらに何通りかに分けて考えられます。一つ目に無料空将を当てて勝つパターン、二つ目に宿儺の呪力を削り切って勝つパターン、三つ目に致命傷を与えて勝つパターンです。まず一つ目の無料空将を当てて勝つパターンですが、第261話で語られた通り、乙骨は結界を閉じない領域に対する結界術の解、これを実行したと読み取れる。つまり乙骨は小さい領域を展開した。この小さい領域は万全状態の宿儺の復元石を3分間耐えきれるほどの強度があり、現在の宿儺も縛りを課した上で五条線と同じレベルの領域を99秒間のみ展開できる状況。そのため乙骨も宿儺の復元石を少なくとも3分間は耐えきることが可能です。いえ、もしかすると3分以上長く耐える可能性もあるんです。なぜなら宿儺は様々な縛りを課した上で閉じない領域を展開しているため、第228話で見せたような効果範囲を絞って斬撃の出力を上げる手法が取れない可能性もある。となるとさらに無力空所崩壊までの時間が長引き、乙骨に非常に有利になりますよね。しかも宿儺側は99秒しか高度な結界を閉じない領域を展開できないらしい。ただしさすがに99秒だけしか展開不可能になると乙骨側の勝利が確定してしまうため、何かしらの縛りをさらに課し領域を3分以上展開してくると思いますが、縛りの影響で宿儺に制限がかかることは明確です。よって乙骨にアドバンテージが変わるんです。それにマコラは破壊されているので、宿儺と領域勝負で勝った時点で無料空所を防ぐ手段を宿儺は持たず、乙骨側の勝利が確定する。よって無料空所での勝利も十分可能性が高いんです。次に宿儺の呪力を削り切って勝つパターンについて、乙骨の単純な呪力量は五条よりも多く、さらに陸眼よりですね呪力消費の効率も抜群に上がっている状態。対して宿儺は呪力量は乙骨と同程度かそれ以下。そのためこと単純な削り合いとなると乙骨側に軍配が上がるんです。そのため五条戦のように領域勝負を仕掛ける形で宿儺の呪力を空っ血になるまで削り取って勝利というパターンはあり得るにはあり得ますが、宿儺の呪力効率も陸眼持ちには劣るとはいえ化け物クラス。そのため両者呪力の削り合いでの決着のつき方はあまり想像できませんので、可能性は低いんですよね。最後3つ目に致命傷を与えて勝つパターンについてですが、こちらもですね単純に宿儺に致命傷を与え勝利するルートです。まず現在の乙骨の戦闘力ですが、陸眼無加減術は問題なく使用可能ですし、五条の行った高度な小さい領域も再現できているので、五条ができることはあらかた実現可能です。そのためニュートラルな不可侵青赤挙式紫すべて発動可能で、青を応用した高速移動や青でのパンチ力の強化も問題なく使用可能。加えてもしかすると乙骨本来の術式コピーが使えるかもしれないんです。第一に術式は脳に刻まれているので、脳を入れ替えた乙骨でもコピーは使えると見ても設定に矛盾はないです。そして問題は理科の存在です。コピーの術式が理科にストックされているので、理科がいれば乙骨は五条の体でも術式を使用可能。それに今のところ理科は陣外魔境新宿決戦であまり目立った活躍をしてないんですよね。よってこのまま何もせずに終わるとは考えづらく、第261話では描写こそされませんでしたが、五条の体になっても理科は乙骨に付き添っている可能性があります。よって乙骨は無加減術に加えコピーした術式も使え、さらに陸眼の影響でコピーしてストックしてある術式にも大幅な性能向上が期待。例えばシャルル・ベルナールの G 戦場の効果が増大し、数十秒先の未来を予知できるように進化したり、第207話で賢者がやったように受肉体の効果のあるヤコブのはしごを極小サイズにして発射し攻撃など戦法が可能になるとしたら、より乙骨が優勢に戦え宿儺にも勝利できる可能性が高まります。またですね、乙骨には全員家の系譜がある可能性が高く、全員家つながりの強化、例えば徳佐の影墓術に習い新たな式神を生み出し、それをドルブラクダワラの式神の奇跡を自らの領域にする術式と重ね合わせることでさらなる新技を編み出す可能性もあります。以上より可能性の高そうな3つの勝利パターンについて考えましたが、単純な予想や願望ではなく乙骨が宿儺に勝つ可能性も十分高いんです。生まれは僕より恵まれてるかもってこと、それで半端になったらダサいよ。なぜなら先ほど話しましたが、261話にて単純な素質や才能ならば乙骨は五条よりも上、わざわざこのセリフを挟んできたということは、今後乙骨版五条が五条本人すら成し遂げられなかったことをする伏線です。つまりこれは乙骨が宿儺に勝利する展開のための前振りなんです。
2つ目が乙骨の敗北パターンについてです。このパターンでの決着も大きく3通りに分けられます。1つ目に福豆寿司と神の風雅で敗北、2つ目に宿儺の世界を断つ斬撃で敗北、3つ目に乙骨が仲間をかばって敗北。まず1つ目の福豆寿司と神の風雅で敗北するパターンですが、これは宿儺に大ダメージを負わせることができず無力所の結界を破壊され、そのまま神の風雅で宿儺に燃やされ敗北するという決着。まず無力所対福豆寿司の対決で宿儺が惜しかったら間違いなく神の風雅を使ってくるでしょう。神の風雅は領域展開中ならば多対1であっても実行可能です。問題なのは粉塵の量が少ないことでしょうか。まず宿儺がいる周囲は第259話での福豆寿司により地表のですね建造物全てが斬撃で粉塵と化しています。そして神の風雅は斬撃で生じた粉塵をサモバリック爆薬に変えるという原理で発動しているので、粉塵の量が足りなければ威力速度効果範囲ともに大幅に減衰することになりますし、もし宿儺が無力所の小さい領域に対抗するため福豆寿司の効果範囲を絞ってきたら、第259話で語られている通りそもそも乙骨版五条に通用するほどの威力に達せず使い物になりません。よって宿儺側からしても神の風雅で乙骨を倒すことは条件が揃わず、またかなり制限が多く難しいと思いますが、やはり結界術に凄まじく長けている宿儺なので、無力所を破壊するまでは絞った領域で対応、その後無力所を破壊できたら効果範囲を最大半径 200m にまで一気に拡大。地上には粉塵化できる建造物はほとんどなく、福豆寿司の効果範囲を地中に集中、地面を粉塵化させ十分なサモバリック爆薬の量を確保、さらに東道のブギウギ界での回避を想定し結界の要件を変更、ブギウギ界でも脱出できない結界にした上で最大火力の神の風雅を発動。こんな勝負で光線側が一瞬で全滅という展開もあります。2つ目に世界を断絶する回で敗北するパターンです。まず世界を断絶する回の発動条件をおさらいします。現状世界を断つ斬撃に関してはかなり重い縛りが発生していることが分かっています。本来閻魔天の勝因のみで発動できたはずのところ、五条に対し片腕が欠損した状態で使うため、その後の発動に対し無理やり縛りを追加していたんです。新たに追加した縛りは樹脂の栄章と主章での術式の指向性の決定の2種類、前者は流輪反発つがいの流星の3節を唱えることで、後者は一方向に斬撃を飛ばすことであり、これまでの世界を断つ斬撃の描写に合致しています。そして現在宿儺はですね腕2本を切り飛ばされており、実質世界を断つ斬撃を使えない状態、つまり使用不可の状態なんですが、世界を断つ斬撃は無加減呪術の不可侵のバリアごと切り裂くことができるため、五条の体を乗っ取った乙骨に対し最強のカード。そのためですね展開不可能だった福豆寿司を縛りを課して無理やり展開したように、追加でさらに重い縛りを課すことで強制的に無理やり1回だけ発動し乙骨版五条を切り裂いて殺すなんて展開もあります。3つ目は仲間をかばって敗北するパターンについて、これは文字通り宿儺の攻撃から虎杖や東堂をかばい乙骨版五条が死亡するパターンです。これもかなりあり得る展開であり、なぜかというと五条の中身が誰よりも仲間を思う優しい乙骨だからです。よって避けられたはずの攻撃でも虎杖などをかばうことで身代わりに死亡するなんて悲しい結末も、それに中身が乙骨であっても五条の死体が自動的に動くことで虎杖たちをかばい死亡するというパターンもあります。そして第91話では親友五条の言葉により、すでに死亡したはずの下等の体が動き賢者の首を絞めてましたよね。五条の体も下等と同様に動いてしまう、つまり脳が入れ替わった後でも五条の体自身が乙骨の意志に従わず勝手に動き出し虎杖たち後輩を守り死亡するという展開をたどるかもしれません。3つ目が引き分けで終わるパターンです。つまりこのパターンは決着がつかない、このパターンは2通りに分けて考えられます。1つ目に賢者の術式の効果が切れる、2つ目に理科の消滅です。1つ目の賢者の術式の効果が切れるパターンですが、これは第261話で言及された通りコピーの制限時間が5分を超えると乙骨がどうなるか判明していません。もしもですね賢者の術式が常時または断続運転タイプならば5分経過すると同時に乙骨が死亡、つまり乙骨番五条対宿儺の対決は決着がつかず途中でコピーの効果が切れ乙骨が意図せず死んでしまうんです。このパターンもかなり最悪ですが可能性的には否定しきれないのが怖い。2つ目に理科の消滅についてです。これは作中で明言されていない個人的な推察なんですが、乙骨本体が死んだらどうなってしまうのかという疑問が拭えません。僕には理科ちゃんがいるからこうしてなんとか意識を保っていられるけど、それももう限界です。第261話、乙骨は死にかけ理科がいることでなんとか生き延びている瀕死状態ですが、
この乙骨の本体が本当に死亡したらどうなるのか。もちろん乙骨は脳みそや魂ごと五条の方に乗り移っているので問題ないでしょうが、気になるのはリカの存在です。リカはあくまで乙骨本人に憑依している存在ですから、乙骨の本体が死亡してしまえばリカも消えてしまう可能性があるんです。もし制限時間5分も経たずして乙骨側の本体が死亡、それに引きずられリカも消滅したら、賢者の術式が常人または断続運転タイプならば、リカが消えたことで乙骨のコピーも消え、結果として5分も持ちこたえられず、たった数分で乙骨が死亡なんて最悪な展開もあり得るんです。2つ目に乙骨の敗北、3つ目に引き分け、どちらかでの終わり方になると、乙骨版五条が大幅に宿儺を削った上で虎杖東堂タッグに戦闘のバトンが渡されるという展開になるでしょう。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。